はじめまして、異教の旅人。君の名は前々から耳にしてたよ。<laughs> もし君さえ良ければ、今日から俺は君の友達だ。ふ<う>今度一緒に美味しいものを食べに行かないか俺のおごりだ。何かを忘れているような、庭の手入れはやったし、茶も煎じた。 うん気のせいかもな。ここ最近使いすぎちゃって、もう10モラしかない。いや、まだ10モラもある。どうして急に雨が。大丈夫かい俺の上着でしのごうか。こんな天気の日は、野外をうろつかない方がいい。撃たれちゃうからね。雪の上を走るなよ <laughs> 転んでも助けてあげないぞ。いい天気だ。散歩に行かないかいおはよう。時間があれば、俺と一緒に市場に行ってみないか朝の野菜は、一番みずみずしいんだ。今日のお昼は、費用天ぷらに三色団子。ほら、君とパイモンの分もあるよ。それと、お嬢と若野も。ってある。 待てよ。自分の分を忘れてた。早く行こう。この時間は市場の魚が安くなる。何か買いたいなら、俺が代わりに値切ってあげるよ。うん。おやすみ。今日もお疲れ様。夜更かししないで、早く寝ろよ。お嬢も若も、最初は俺を軽視にするつもりなんてなかった。 俺は自分から志願したのさ。こういう仕事はすごく好きでね。全てを整えることにやりがいを感じるんだ。みんなの反応から見るに、うん。きちんとやれているようだ。どうしてここで一人静かに食事をしてるんだいうん。俺も一緒にいいかなそれとも、一人で食べたい 俺の長年にわたる人付き合いの経験によれば、モンド人よりも稲妻人の方が礼儀に対して気を配っている。常に礼儀正しい態度を保てば、物事も一段とうまく運ぶようになる。昔からずっと、狸がどうやって変化するのか見てみたかったんだ。噂では。狸は様々なものに姿を変えられ、道行く人をからかうらしい。 とてもユーモアのある生き物だね。小動物は好きかいもし君も好きなら、今度郊外に連れて行ってあげるよ。俺が口笛を吹けば、きっと可愛らしい猫や犬が集まってきて、君の足にくっついて甘えるはずだ。<laughs> 考えるだけで楽しくなってきたよ。何か俺に手伝える言葉あるかな家の雑務や人付き合い。 簡単に解決できるよ。ん世間話そうか。それならもう少し腰を据えて取り掛からないとね。あいつにも興味があった。ん三日坊主えいや違う実は今、本当に困ってるんだ。今晩和歌が、 友人を招いて宴を開くから、俺も腕を振るってカニのバター沿いを作る約束をしたんだけど、ここ数日、カニが全然買えない。まさか直接水の中に入ってカニを捕まえるしかないのか一番好きな食べ物はと聞かれたら、姿勢おでんしかない。大きな鍋いっぱいに煮込んでみんなで一緒に食べるんだ。賑やかで楽しいよ。 食べ物だと別にないけど、飲み物ならある。俺はお酒があまり飲めない。笑,笑わないでくれ。俺も自分が本当にモンド人か疑ったことがあるよ。でも、お酒は体に良くないからね。飲まないのもいいことだと思うよ。さあさあ、俺についてきて。君の誕生日はもちろん覚えてるよ。ほら、盛大なパーティーを準備したんだ。 食べ物も飲み物もいっぱいあって。君の友達もたくさんいるよ。<laughs> 君が生まれた記念の日だからね。一人にはさせないよ。これで強くなれるのか冗談だよな。まだ服の洗濯が終わってないんだ。なんだか、俺の心の中で、炎が燃えたぎってる。 強大な力を持った後は何に使えばいいんだろうね。しっかり考えないと。俺を信頼してくれてありがとう。君が与えてくれた恩恵は炎よりも温かいよ。はは。安心してくれ。俺も自分のやりたいことを見つけたんだ。この力は健牢な盾となり、君をずっと守る。 炎の盾それ火に気をつけろ助立参上五時の炎俺が守るよ。中に何が入ってるかなおやっぱり今日は大吉だは <laughs> みんなの分もあるよ。 おい、そこまでやるかこれはひどい。うう少し痛いな。故郷に帰る時か。みんな、元気で。守る責務を、果たせなかった。あいたたただやめろって よし、家のことは後にしよう。新しい友達を見つけに行こう。今回はどこに行くんだい